はいどうも、福袋大好き沼田たけしです。はい、今回は東急ハンズの福袋を紹介いたします。はい、実はですね、12月14日からもうね、福袋の事前予約が始まってます。では中身を見ていきたいと思います。掛けカバーとボックスシーツのお得なセットな、いろんな色があります。それとあとはカバンですね、グレゴリー。はい、こちらのグレゴリーのセット、公式では2万2000円で売ってたんですけれども、ちょっとまあ売り切れてるんですけどもね、それよりはちょっとお値段安いので、ボリュームとかグレードがちょっと下がる感じだとは思うんですけど、それでもね、なかなか興味深いというか欲しい感じではあるんですけど、ちょっとね、僕結構グレゴリーのカバンいっぱい持ってるんで、今回はまあやめとこうかなって感じですね。あとはクッションとか文房具、あとは保存食ですね、キッチン用品などもありますね、文房具。まあ東急ハンズの福袋、あんまりね紹介してる人少ないんですけれども、すでに中身が全部ねネタバレしてるってところもあるので、紹介しても面白くないっていうのもあるんですけども、結構ね見てて楽しかったり、欲しいって意外とね欲しかったり、意外とね、意外と欲しいものもあったりしてね、癖があって面白いんですよね。あと楽しいし、なんかね実際買っちゃうものもあるんですけどもね、本当にね、ボードゲームなんて最近増えたやつなんで、まだまだ22日までにもしかしたらラインナップ増えるかもしれませんね。以上です。はい、ということで、ね、東急ハンズ福袋でした。ありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。